セリーオーク駅は、イングランド中部バーミンガムの南西高セリーオークに、ある、鉄道駅。南方のレディッチから、バーミンガムニューストリート駅を経由して、北方のリッチフィールドに至るクロスシティ線の駅である。この駅は、ミッドランド鉄道の支線である、バーミンガムウェストサバーバン鉄道の駅として1876年に、開業した。当時、駅周辺のセリーオークとボーンブルックは、 郊外住宅地区として発展を始めたばかりだった。この駅はその後大きく手が加えられており、今日ではミッドランド鉄道時代の施設は残っていない。1978年、現在のクロスシティ線として鉄道が再開された際に、この駅も沿線の他の駅とともに完全に施設が作り直された。現在、この駅に停車するのはクロスシティ線の電車だけである。 歩行者と車両のアクセスはブリストルロードからヒーリーロードを経ることになる。駅と軌道は森土の上に設けられている。ウェストミッドランズ交通局の管轄で運賃ゾーンは2に属する。近年に至り、駅の用地は拡張されて新たに93台分の無料駐車場が設けられ、セリーウォーク駅は新たなパークライドの接続点となっている。プラットフォーム間の移動は 屋根付きの古墙橋があるが、車椅子や階段が使えない乗客は A38 まで一旦出て、反対側のホームへ回る必要がある。古墙橋からは、ボーンブルックやバーミンガム大学、さらにはバーミンガム市中心部が眺望できる。セリーオーク駅には、当時のセントラルトレーンズによって2006年に設置されたリアルタイムで運行情報を表示する出発案内版がある。 このほか、自動券売機2台と、切符売り場の窓口2つが設けられている。ありがとうございます。